everyone, today I'm going to show you how to make mackerel flavored rice using canned mackerel in water. It is very light and tasty and delicious, and it is very good for your health as well. So I really hope you enjoy this video and I hope you can try it out. Here are the ingredients. You need 2 cups of rice, wash if needed. You want to first add the liquid of the canned mackerel. Then add sake, you can skip this if you don't have it. Add soy sauce. Add water to the level indicated in the pot. Then mix well. Now add the mackerel. And sliced ginger. Place the pot into the rice cooker and start cooking. When it's cooked, toss the rice with a rice paddle. Serve the rice with chopped mitsuba if you like. And now it's done! Thanks for watching. I hope you enjoyed this tutorial. じゃあ早速サバご飯をいただきたいと思います。美味しそう。うん。あく。美味しい。うんうんうん。すごく美味しいです。あんまり味付けを濃いめにしてないから。 もう本当サバの旨味と生姜でもう臭みも程よく消えてすごく美味しいです。さっぱりしています。なので、ぜひ作ってみてください。本当美味しいです。うん。うん。美味しく、やめられない。ちなみに動画で使ったのは銀色の缶で、あれは水煮なんだけど、この金色の缶は味噌煮で、 味噌味みたいです。なのでね、これは本当ご飯のおかずとして多分美味しいんじゃないかなと思うので、ちょっと食べてみたいと思います。で、あともう一つ、なんか、なんだっけ、銅みたいな色してるのがあって、それは醤油煮みたいで買わなかったんだけど、とりあえず味噌煮買ってみたので食べてみたいと思います。ちょっと食い場所をつけたくないので、 お皿に移しました。じゃあ食べてみたいと思います。美味しそうだな。うーん、超うまい。これご飯に合いそう。ちょっとさっきのサバご飯に乗せて食べてみます。美味しい。これすごい美味しい。この味噌味も思ったより濃い味じゃなくて、ほんとさっぱりしてて美味しいです。ちょっと食べてみよう、ご飯と。 やばい、うまっ。うーん、めっちゃうまい。<笑>うん、そう、うちのママがこのサバ缶テレビで見たって言って、ちょっとね、買ってみたんだけど、美味しいです。なんか坂上忍が美味しいっつってコレクションしてたっつって。うん、美味しいですね。 ぜひ日本にいる方見つけたら買ってみてください。味噌煮なかなかいいと思います。本当そのままでもね、食べられるので美味しいです。
ちゃんはお昼寝をするために大きくなっちゃいます。どんどん大きくなっちゃいます。